どうすか。でも甘いけど美味しい。あ、パンダ可愛いですね。ので上も、うん、あ、本当だ、うん、ちょっと真ん中にストローが刺さっちゃってる。でデザイン可愛いし形も可愛い、うん、甘いし美味しい。タピオカはあんまりもちもちしてないかも。じゃあフカヒレ入り肉まん食べます。はい、終わる。中はあ、ちゃんと入ってる。ちょっと上手に割れなかったけど。もうちょい止めてください。おー、いいと思います。食べようと思います。じゃあ、うん、美味しい。肉まん食べたのめっちゃ久しぶりかも。あんま食べないっすよね。どうですか？うん、美味しい。どうフカヒレがちゃんと入ってるよ。ああ、あんまフカヒレあんま食べないからな。フカヒレって食べないかも。食感がフカヒレが入ってるから、うん、うん、食感が違う。うん、フカヒレってコリコリしてる。うん、春雨みたいな。あ、味も違いますか。うん、フカヒレ自体にあんまり味はないけど、フカヒレについてる味が美味しい。味付けが美味しい。あ、タレみたいな。うん、それと肉がマッチして、うん、お肉いっぱい入ってるよ。あ、いっぱいフカヒレと肉が混ざってて、うん、普通の肉まんよりじゃあもうちょっとなんかフカヒレより、うん、高級感。じゃあ肉まん食べ終わったんで、次は焼き小籠包を食べていきたいと思います。はい、よいしょ。はい、じゃあなんかこれがフカヒレ、オレンジのが右からフカヒレ、翡翠、なんかノーマルって書いてあったんで、フカヒレから開けてみて行きたいと思います。なんか肉汁が入ってるっぽいんで割ってみようと思います。あ、すごい、はい、こんな感じ。うわ、めっちゃ出てくる。うん、食べる。なんか汁が、うん、うん、美味しい。パリパリしてる。あ、パリパリしてる。パリパリしてて中はお肉が柔らかい。こんな感じ。うん、おー、すごい、うん、ぎっしり入ってますね。うん、ぎっしり。で、これが翡翠。これも多分じゅわってなるかな。あ、じゅわってなる。ちょっとじゅわってなる。おお。食べます。はい、よいしょ。味がちょっと違う。何が違います？こっちはエビ入ってて、お、こっちは普通に野菜のあん。お、野菜ヘルシーな感じなんですか？うん、で最後普通のやつ。はい、
ノーマルな。あ、すごい。うわ。じゃあ、いきまーす。はい。うん、うん、これはお肉かも。普通のお肉。普通のお肉、お肉のあん普通のお肉のあんってこと、うん、だけど、え、でもこれもう美味しい。でもこれが一番あれかも。つゆ入ってたかも。汁入ってたかも。肉汁がいっぱい入ってて、うん、旨味がうん、ジューシーでした。詰まってそうでしたね、うん、じゃあ一番食べてみたかったいちご豆を食べていきたいと思います。味はどうですか？めっちゃ甘い。甘い、うん、でもなんか多分原宿とかに置いてあるようなやつより一粒が大きいからすごい食べ応えはあるかも。あ、横浜のはちょっと一粒が大きいですか？うん、ダメも超たっぷりついてる。うん、原宿とは違う、うん、うん、分厚い。こんな感じかな。味はどうなんですか？いちご、ただただ甘い。いちごはちょっとなんか、いちごでも大きいけど、あの酸っぱくなかった。いちご甘かった。あ、いちごも甘いんですね。うん、いちごも甘かった。飴がパリパリしてて、うん、いちごはやわらかいですね、うん、なんか食べた感じは面白いかも。外側はパリパリしてて中がジューシーって感じ。食べてみたかったいちご飴を食べてみました、はい、で、前回は、赤レンガとみなとみらいをお散歩したんですけど、向こう側からこっちにこうずっと来てて、で、まあ、赤レンガもみなとみらいもすごい大好きな場所なんですけど、山下公園とかもみなとみらいとはちょっと違う、こうのんびりした空気っていうか環境で、中華街とかも近くにあってすごい散歩しやすくて、まあ、みなとみらいに行くことが多いんですけど、こっちも自分的にまたちょっとまめに来てみたいなと思いました。で、犬もみなとみらいとか赤レンガに比べたらこっちの方がちょっと多かったイメージがあったんで、まあ、これからもちょっとお散歩、みなとみらいばっかりじゃなくてこっち側にも来てなんかベリーとお散歩してみたいと思います。さあ、中華街から回って山下公園に来て、ベリー君は何も食べてないので、今からこのベリーのお気に入りのこのリベルタのカンガルーモモ肉のジャーキーを揚げていきたいと思います。今日も相変わらずめっちゃ大きいですじゃあ今日は中華街からここの山下公園までお散歩と食べ歩きをしてみたレポでした。この次の動画はシャトルドッグのランちゃんっていうチャンネルのこと、ディスクドッグをやってみたっていうことで、コラボで、初コラボで、YouTube これからやっていきたいと思っています。で、ドッグトレーナーさんとのコラボは初めてで、コラボ自体もすごく初めてで、まあ、どういう風に動画が出来上がるかっていうのがまだ全然自分でも想像できないんですけど、少しずつこうディスクドッグをやりながらこう成長して、コラボも1回だけじゃなくて
ベリと私がどれぐらい成長していけるかっていうのをこれから、まあ、コラボしつつ練習もしつつそれを全部動画に残しつつこう成長をみんなに皆さんに見せれるようにしていきたいと思ってます。で、正直ディスクドッグっていうのはなんか1回だけ体験レッスンしたことがあるんですけど本当犬のセンスもそうなんですけどあの投げる飼い主のセンスとかもすごく大事で結構その投げ方とかにもかなり重要になってくるのでこうまく投げれるように自分もベリも2人で、まあ、少しずつ成長していけるように勉強しつつ頑張って、まあ、動画をこううまくまとめてお伝えできればと思ってます。なんで初めてこれからディスクドッグやったことない人とかやってみたいけどやり方がわからなかった人とかにもすごくわかりやすく説明してくれると思うのでそこを一緒になんか見て皆さんと始めるぐらいの気持ちで、まあ、少しずつ頑張っていきたいと思います。よかったら見てください。よろしくお願いします。YouTube チャンネルがハルとベリーかっこハーピーチャンネルで検索するのとあとインスタグラムがマカハルとベリーシモくんで調べると出てくるのでぜひフォローとチャンネル登録よろしくお願いします。